日本列島というのは寒いところから亜熱帯まであります。雨季というのは6月の第2週から1ヶ月以上続きます。冬のど真ん中には日本海側では豪雪地帯があります。それからまた太平洋側では太陽光にあふれています。高温多湿の気候です。北海道以外はですから日本のほとんどの部分というのは高温多湿のところが多いです。2つのデザインハウスがあります。でこれが日陰を提供しております夏には。そして、冬には今にたくさんの太陽光が入ります。換気も十分であります。2つの種類の日本の民家というのがあります。最初はかやぶきの家であります。しかもかやぶき縦穴造りでありまして、2000年から3000年前に中は暗いです。それから開放型の神殿造りというのが紀元1000年ぐらいから生まれるようになりました。まず草吹きの家ですけれども、雨水が吸い込まれます、吸水されます、このかやぶきの屋根によりまして。そしてそれが暖かくなりますと蒸発いたします。蒸発による冷却があります。で大体その蒸発熱によって冷却がされます。開放型の家というのは自然の換気が行われるところでありまして、そよ風が高温多湿の状況の場合でも吹いたりいたします。でまた換気は断熱性を持った状態で行われたりいたします。それから畳があり、それから天井板があり、それから土壁があるということで蒸発冷却が行われます。したがいまして、中の方は外に比べて1度から2度低くなっております。この両方を合わせまして、上の方は草吹き、そして下の方は開放型というふうに出しますと、両方のメリットを享受することができます。この写真に出ておりますのは日本にありますが、最も古いのは600年経っております。それから、それに付随して300年前に作られたものがアタッチされております。これは300年前のでありまして、そして古い方の600年前のものは古代の家と同じように非常に通気に優れております。そしてこれは畳があり、それからまた天井板があり、それから土壁があるということで涼しくなっております。東京におきましても、それから海抜ゼロメートルのところにおきましても、1930年には全然断熱というのは昔はありませんでした。そして、例えば炭火を起こして暖を取るというようなことが多かったのであります。で暖かいのは昼間だけでありました。それから次に瓦屋根が生まれるようになりまして、そして、両方のメリットが享受されるようになりました。そして、断熱性がオイルショックがあったということで、断熱性が改善されなければならないということになりまして、日本の政府もいろいろなスタンダードを導入いたしました。そして5つの地域に日本を分けまして、そこでいろいろな補助策を導入するようになりました。ソーラーヒーティング、それから温水の給水を行うということも行われるようになりました。太陽熱で行われるようになりました。オーリアクティブソーラーヒーティングプロジェクト、そしてプレートにチューブを置いたようなスタイルのソーラータイプというのが使われるようになりました。そしてそれが温水を提供するようになりました。でまだ PV システムというのは十分に効果を持つものではありませんでした。1960年ぐらいからこのような太陽熱を使うようなものが使われるようになりました。次がハイブリッドソーラーハウスであります。木村ソーラーハウスというのは著者はこれを1972年に作っております。で、移動型のコレクターパネルがプレートにチューブをつけたものが設置されまして、引き戸にそれが使われて、引き戸にそれが取り付けられております。下はサガラソーラーハウスというもので、1979年に作られたものでありまして、床面積が120平米で、非常に大きな直接ソーラーゲインがあるようなガラスがついております。
フラットプレートで24平米のところで熱が集められております。それからまた補助的な熱、補助的な熱を集めるようなものはありませんでした。パッシブソーラーヒーティングが1976年から導入されるようになりました。パッシブソーラーカンファレンスというのが開かれるようになりましてから、それが盛んに使われるようになりました。パッシブソーラーとは何でしょうか。パッシブソーラーはなぜやらなきゃいけないんでしょうか。The top picture is a poor picture.ちょっとあまりうまい絵ではないんですけれども、ソーラーヒーティング、これはコレクターでまず熱を集めます。そしてそれを貯蔵タンクに入れます。そして補助ヒートということで、ヒートサプライシステムが生まれまして、その補助的なヒートシステムが追加されます。そしてアクティブなソーラーヒーティングがこうです。パッシブソーラーヒーティングというのは、これは温室的なものでありまして、温室が部屋に隣接をしております。そこで蓄熱がされます。温室の温度は高いわけです。でそこに自然に、自然に熱が室内に伝達されます。蓄熱が床に行われます。また壁面でも行われます。それが熱を拡散いたします。部屋に、これは対流によって拡散されます。ですからパッシブソーラーハウスというのは、そこでは建築資材、それから部品、そういったものを使いまして熱を集め、そして熱を放熱いたします。ですからパッシブソーラーハウスの基本的な特徴というのは、これはテプコのソーラーハウス、東電のソーラーハウスでありまして、ダイレクトソーラーヒートゲインが床材にそれが落ちます。そして自然の対流プロセスによりまして、非常に興味深いものでありますが、ソーラーエネルギーを集めて低い階でそれがリビングスペースに提供されます。これは自然の対流で行われます。そして両方の部屋はエアフロールートでコネクト、つながれているわけであります。両方の上の階と下の階がつながれています。ポインターはないでしょうか。ポインターがうまく動かないので。でリビングスペースに温室がついているということが、自然の蓄熱になっております。そしてこれは非常に効果的に使われるものであります。アクティブソーラーアブソープションクーリングシステムというのはサンシャインプロジェクトで開発したものです。お金が非常にかかるということになりました。パッシブクーリングというのはクールヒートシンク、ネガティブサンド、ネガティブサンズと呼ばれております。これは民家から学んだものでありまして、蒸発冷却が行われるということで、草吹きの屋根でその冷却が行われるというところから学んだものであります。それからまた通気に富んだ冷却であります。地下のひんやりしたところが、そのフロアが地面と接触しているということで伝わってきます。ここに穴が開いております。これが自然の吸気口になっています。そして外気が入っていきます。そして上の方に行きます。外に行きまして上に行きます。そして夜間にそれが冷たい夜気とともに放出されます。パッシブ&ローエナジーアーキテクチャーというのは、1982年にバーミューダでボーエン先生が作ったところであります。この PLEA の国際会議は年に1回いろんなところで開かれております。ゼロエネルギーハウスのための基本的なリクエアメントというのは、パッシブソーラーヒーティングシステムでいろんな種類があります。例えば家庭内で使われるような温水がヒートパンプで外に設置されたものによって取り込まれるものであります。 PV システムも義務的に使われております。ゼロエネルギーハウスに向けまして、だんだん PV システムが開発されるようになりました。大規模な PV システムが2000
2000年代から効果的に使われるようになりました。これはアフィットシステム、買取制度があるということによって広まりました。そして PV ハウスが2010年代になると早く広まるようになりました。 PV システムというのはこれはパッシブソーラーハウスと使うと非常に効果的になります。サステナブルハウスプロジェクト、ゼロエネルギーハウスを目指していくということで、これはソーラーウォーターヒーターを使うことで、その CO2 の冷房タイプということでヒートポンプを使います。電力を照明、料理、それから冷蔵庫のために使ったりいたします。それから合わせガラスを使うということも効果的であります。政府の補助金も実行されております。エネルギー効率性の高い家屋というのは美的にあまりいいものではないと言われております。しかしながらサステナブルハウスというのはデザイン的にもいいものであります。ライフサイクルカーボンマイナスハウスという一つの例をここにお示しいたします。カーボンマイナスハウスであります。この住宅はデモンストレーションハウスでありまして、これはビルディング研究所 BRI という筑波にあります日本の政府系の研究所で作られたものであります。そこで PV システムも使われておりまして、現場でエネルギーを発生し、そして住宅内でエネルギーを消費いたします。 PV パネルは屋根の上に設置されております。そして南の面におきましては非常に大きなガラスの窓がついておりまして、太陽光を取り入れるようになっております。そしてそれは縁側がある、それからバッファースペースのようなものがあることで直接放射熱が入ります。それから通気があるということで、日陰もあるということが全体の南面をコントロールしております。でバーチャルに実際にそこに居住をするということで、いろんなことが測定されました。夏と冬と、それから春秋でもそれを測定してみました。そして実際の発電効果どうだったかということであります。 CO2 の年間生産量は、左に書いてありますのは温水としては899キロ、それからスペースクーリングで27キロと出ておりまして、トータルで3781キログラムとなっております。これ年間の生産量であります。 Against theそれに対しまして CO2 の削減は6585キログラムです。これは PV の太陽光によるエネルギーです。ですからこの差というのはマイナス2804キログラムになっています。ということはマイナスカーボンハウスがここで実現できたということが分かります。ということで結論であります。でソーラーハウスというのは日本の民家からパッシブソーラーを目指し、そしてゼロエネルギーハウスを目指すということをこの論文におきましてはやってみました。伝統的な民家の技術が使われております。近代的な家にも使われておりまして、そしてゼロエネルギーハウスにもそれを援用することができると思います。エネルギー必要量をできるだけ削減することが大事であります。 PV を応用するということはゼロエネルギーの住宅を実現するためには絶対的に必要でありましょう。ありがとうございました。はい、先生どうもありがとうございました。かなり古いところからの話が聞けて大変良かったと思いました。ありがとうございます。それじゃあ